どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日は、はい、あ、これ別にこのまま話しちゃっていいですか。ペラ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 とお願いします。私はこうお招きいただきました。地方ズルームの今日第2回目ということで、前回ですね、大人の遠足の時に突然始まりました。はい、始まりました。はい、で、並木さんがそこでシリーズ化するかもしれない、うん、そうですね、走っちゃったかな、はい、こういうことになってるんですけど、うん、人の責任にもしていいんですよ、いいんですよ。はい、とりあえず発信してみるってすごい大事なので、はい、例えばやりたいことがあるじゃない、そしたらやれるかどうか分かんなくてもやりたいのでやりたいです発信するのとても大事なんですよ。宇宙に投げるっていうのがすごいですね。はい、はい、ありがとうございます。ということで、今日は2回目なんですけれども、できましたらこういうふうに公開の収録がいいなと思いまして、このような機会を作っていただきました。皆さんどうもありがとうございます。で、並木さんありがとうございます。で、吉野さん、子供さんありがとうございます。はい、そしたらこんな感じなんですけれども、はい、テーマを決めていないので、うん、テーマはいらないじゃないですか ね、毎回ですけど、そう、何かこう、しょうさんが例えば、うん、ね、でもね、なんか怪我もうさっきなんてね、ターメリックラテって飲んだの、はい、ターメリックがさ、浮いてんの、なみなみとしてさ、知らないでさ、唇が真っ黄色なんですよね。すごくない？で、撮ってこられてね、撮ってこられてね、はい、はい、で、あ、そう、今思いついたもの、並木さんが昨日イスラエルから、うん、はい、帰国されたので、うん、ちょっとその話がまだどこでも話してない話になると思うんですけれども、うんうん、ちょっとご報告方々じゃないですけど、はい、どんな体験というか。イスラエルは結局再来年にリトリートをやるんですよね、うん、でそのリトリートっていうのは、まあ皆さんと一緒に、まあ、その場所場所っていろんなエネルギーがあるじゃないですか、はい、でそのエネルギーどんなエネルギーがそこにはあって、そのエネルギーを自分に取り入れるとどんな風に意識の変容を流せるのかっていうのを僕なんか読みますよね。でそれを一番効果的に取り入れるためのワークを下ろしますよね。でそれをみんなでワークして自分の中に取り入れていくんで変容が早いんですよね。でその視察、下見っていうんですかね、に行ってきたんですね。一番印象は何ですかって言われたら安全だってことです。イスラエルって危険な印象があるでしょう。でもね、全然危険じゃない、全く。だから結局ね、メディアでいろいろ言われるあれは本当に本当に本当に一部で、実際にはそんなことないんですよ。何でもそうだよ、暴動が起きてます、まあその暴動が起きてる国によく行ったりするんだけど、え、大丈夫だったの？全然大丈夫だから、うん、つまり起きているこの暴動をクローズアップしますよね、メディアは。でこれがさも全域で起きてるかのように伝えます。そうするとみんな、危険な国じゃない、じゃあ私はそこに行こうと思ってたけどって言ってみんなキャンセルするわけですよね。そういうのって普通にあるけど、もう全然そんなんじゃないんだっていう。でイスラエルやっぱりね、美しいです。日本人だったら多分好きなんじゃないかな。日本にエネルギー似てるんですよね、うん、気質が似てる、うん、だから日本人合うと思うんですよ。うん、食べ物もどっちかっていうと日本人の舌になんとなく合うかもしれない、うん、だイスラエルは行きやすい。ただ直行便が、来年から直行便が出るんだけど、今は直行便がないので12時間プラス4時間みたい待ち乗り換えの時間を合わせて16時間ぐらいです。爽やかですね、うん、そう、時差ボケとかもないので、で時差ボケってどうやって防ぐか知ってる？時差ボケってなぜ起きるか知ってる？時差ボケってオーラがずれるんですよ。例えば今ここにいます、つまり東京にいて、ここからじゃあイスラエルに行きましたっていうと、日付変更線を越えるでしょ。この時にね、オーラがでずれるのね。なので向こうに着いた時に自分のオーラがずれてしまってるんで時差ボケするんです、簡単に言うと。だから行く前に自分の今のこの東京のオーラを最初にイスラエルに送っとくのね、でイスラエルに着きましたって言ったらこれをハッて被るので、馴染ませたらもうこれでブレがないです。あ、馴染ませる、馴染ませるなので時差ボケが苦しいわっていう人は、ね、ぜひ試してください。でも、うん、いちいちそんなことしなくても今この瞬間にいれば時差ボケはないですね、うん、やるでしょ、今日本は何時かしら、うんね、ここ日本じゃないんでっていうのに、日本は何時かしらってやるじゃない、うん、そういう日本は何時なんだろう今ここっていうズレ、うん、これもズラします、うん、
そういった意識が、そうだから今この瞬間だけに集中してればどこに行っても時差が何時間あってもボケることはないです。もうその仕様になっちゃうから、だから眠れないとか朝起きらんないとかそういうのはないわけですよね。確かに確かに、だから意識なんですよ全部。そうですね、そう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 、意識の使い方をマスターできるとこの現実はねすごい楽になります、いろんなことがね。で、そうそうそう、ちょうどイエス、キリストが生まれたとこです、ナザレのイエスって言われますけど、でそのイエスの辿ってきた道を全部こう辿ってくるっていうのをやりました。ただ事実と言われてることとは違ったりすることってありますよね。だからそういうズレも面白かったですね。ここでこういうことが行われてる、いや惜しい、ここから来たの200メートルぐらい先なんだよねとかそういうのがありました、ね、この下に埋まっていませんとかどことは言ってないですよだけれどそういうのがありました。日本とのこう関係性っていうのって、イエスは日本にもやってきてますか。日本にもやってきてますし、インドにも行ってますし、そうだからもうその史実で言われてること、ね、まあ、33歳で亡くなってるというふうに言われてますけど、ね、とか、まあ、いろいろありますよね。だから実際にこう行ってみて、で皆さんもね逆に肌で感じてみようとするんですよ。そのその霊視ができるできないじゃなくって、あ、なんかこれは真実、あ、これは違う気がするってなんとなく感覚で分かるものなので、僕たちでセンサーを持ってるからね。そういうのをこう自分の中で使いながらいろんなところ巡ってみるっていうのが楽しいんですよ。遺跡とかいろんな行きましたけど、あまり遺跡とか興味がないのでガイドさんに遺跡はどうしますか、あ、いらないです全部ガイドしちゃいますそうそう、あ、まあまあまあそうだけど遺跡はいらないですねって言って、まあ、本当にあのリトリートに必要な場所だけね回ってきました。でその前にちょうどインドに行っていたので、あの2月にインドに行ってたんですよね。で今回イスラエルに行って、で10月にエジプトに行くんですね。で、ここで、そう、繋いでいくんですよ、全部エネルギーを。インドはグッダが辿った道ですよね。でイエスは、もちろんイスラエルはイエスが辿った道で、エジプトっていうのはさまざまな神さんがいるんだけど、ラムセス2世、こう顔洗ってたらいや、よくね、その時に来るんですよ。そう、聞いてもいない時に来るわけね。歯を磨いてたり、お風呂に入ってたり、トイレしてたりする時によく話しかけてくるんですよ、彼なんて。多分ね、何にも考えてないからだと思う、その瞬間。そう、歯を磨きながら考えるってあんまりないじゃない。まあ考える人もいるかもしれない、今日どうしようかなって。でも普通にボーっと磨いてたりするじゃない。その時にこう降りてくるんですよね。それでそのラムセス2世というのが、呼びかけてきて、その我が元へ来いと。いや、我が元へって10月なんですけど、ね、今はいけないんですけどみたいな感じだったりします。だからもうつながってるんだなって。それイスラエルのことなんですけど、全部つながってるんだと思います。で、エジプトに行ったら多分全部つながると思います。面白いですよ、だからそういう導きに従っていく。皆さんもね、惹かれたらいろんなとこ行って、あの何の脈絡があるか分からなくてもいいから、何か惹かれるっていうのは呼ばれてるので行ってください。いや、私間違ってそういうこと感じられ、絶対に惹かれたり気になるってことは呼ばれてるので、間違ってないですから言ってください。そうすると行って何をしなきゃいけないでしょうっていうけど、何もしなくていいです、楽しめばいいですそう、それがね一番その場所のエネルギーを取り入れられる。僕ね、自分の中で一番そこの場所のエネルギーを取り入れる方法って知っていて、それはリトリートに参加することで、宣伝してるんじゃないよリトリートはだってこの場所はこういうエネルギー、これを取り入れるためにはこうしたらいいっていうのが見えるからです。でもそれ以外に一番、じゃあリトリートには参加できないんですけどどうしたらいいですかって言ったら、最大限楽しめばそれが一番取り入れることになるんですが、何も考えないで楽しんでくればいいです。そうすると帰ってくると、あれ、私なんか変わってる気がする、つまりいつもだったらこういうことにすっごいイライラするのに、あれ、なんかすごい穏やかに見てるとか、こういうことが起こったら絶対に私怒るのに、なんか今全然腹立ちがないみたいに、絶対に意識が変わるのが分かるから、そうすると現実が変わっていくんです。楽しいですよ、行くのが一番早い。自分を変えたいと思ったら、もう惹かれるところにどんどん時間とお金が許す限り行ってみるといいです。ですね。ちょっと今日結構初めて並木さんという方も、あ、そうなんですか、初めてなんです。結構いるんです、この中に。ありがとうございます。
どうですか、髪の毛をねってる。そんな時に会っちゃった。そんな時に。そうそうそう、何でもいいよ、はい、くだらない質問とかね、小さな質問とかみんな気にするんだけど、くだらない質問とかないですから。はい、はい、あ、じゃあいいですか、はい、と進めちゃって。はい、なみきさんしたらまだ2週間ぐらいで、2週間。なみきさんの動画を聞いて、はい、あ、僕宇宙の話とかすごい好きで知ってたんだけど、うんうん、あ、すごいものすごいこと言ってるなって結構衝撃的だったんですよ、うん、それで、あの、この質問自体ちょっとずれてるかもしれないんですけど、うん、統合するってなった時に、うん、どうしても子供を持って、主人もいて、うん、一緒に行きたいなとか、うん、そこにすごく恐怖を感じる自分がいて、うん、でもこの質問を言ってること自体がちょっとずれてるのかなって、うん、いやでもね、みんながそれって陥る、ある種こう、なんていうんだろうな、疑問だったり、質問だったり、不安だったりするのでいいと思います。ただ、その完全にこれって、まずね、子供は平気、あの、中学生なんですけど、うん、でもそれでも平気、若い子は平気、はい、うん、若い子は平気。つまりさ、若い子ってさ、そう、なんで平気かっていうと、やっぱりね、柔軟性があるから、うん、ね、教えてあげる分にはいいんですか、うん、例えばこんなのがあるよって言った時に、うん、そんなの信じないって言ったとしても、うん、結局ベースにあるものがちゃんとその方向に向かっているかどうかのね、スピリチュアルを信じるか信じないか実は、ね、問題ではないんです、うん、そう、統合を知っているかいないか問題ではなくて、言い方を変えると統合を知っていても行かない人もいるからね、それ魂で決めてるってことですか。そうそう、うんうん、結局そうです。目を覚ましていくのか、うん、眠り続けるのかって、これってさ、眠り続けるっていうけど、みんな眠りたくて眠りに来たわけだから、別に眠ってたっていいわけですよ、うん、ね、うん、だけど、うん、結局もういい加減ほら、眠るのも飽きてきてる頃なんです、みんな、うん、だからこうやって目覚めの情報なんかを発信すると、うわって湧くのね、うん、で今すごいでしょ、本当に目を覚ましていこうとする人たち、うん、これは深いところで同意してるんです。あ、もういいかな、もう目覚ましてもいいかな、そろそろ行こうかな、うん、そうだけど、じゃあだからそれなのはずなのに、全然そういった情報には耳も傾けませんとかね、聞く耳持ってくれませんっていう人たちもいっぱいいます。だけどその人たちのベースがスピリチュアル関係なく本当に行く、つまり目を覚ましていく方に向いてれば、その時になったらカチッと変わるから、うん、自分でどうにかしようと思わなくていいです。あなたはとにかく日々を使って自分の統合を進め、高い周波数で電波を出してればいいです。そう、そしたら家族に対するまずギフトになります。で、すれ違う人へのギフトになります。うん、だからもうそれだけで十分だ。じゃあ私さえ自分に責任を持って自分の周波数を管理していればそれでいいんだなって、もうそれだけなんです。子供はとか旦那はとか、子供は子供でやります、旦那さんは旦那さんでやります、ね、はい、でその方があなたも気楽だと思うよ。こっちも気にしなきゃいけない、あっちも気にしなきゃいけない、大変じゃん、ね、うん、だからもう本当にそれが一番の、だからギフトになるっていうあり方が一番の、なんていうかな、最善策だって思ってください、ね、はい、他にあります。じゃあ、はい、はい、いいですか。大人なんですけど、うん、いいよ、はい、ナミ先生のことを知ったのはやはり数ヶ月前でして、うん、でそれ以降、あの南先生の著作を3冊か、はい、読んでるとか、あと YouTube とか拝見してるんですけど、はい、一番今自分が不安になってるのは、うん、もう常に南さんがよくおっしゃってるのは、2020年で計画閉まりますよって、うん、閉まり始めますよ、閉まり始めて、とにかく急ぎなさいと、うん、で2015年の公演をなんか拝聴してましたら、はい、もうレールがどんどん離れていく、うん、でもう数年経っちゃうと、うん、乗り換えるのも難しいよっていうふうにおっしゃってたので、うん、実はそれにすごく焦りを覚えていて、うん、全然自分ではそこに行ってないな、もうすでにもしかしたらレールが離れてると逆の方向に向かってるのかな、離れてたらここに来てない。あ、そうですね、うん、もうこの情報にも触れられないところにいます。うん、それがだから本当に自分がレールに乗ってるんだろうかってすごく不安になっていて、ちゃんと来てるのかな、うんうん、心配ない、今のところ心配ないです。今だってすごい勢いで加速していってるから、ちゃんと捕まってないと振り落とされるんだ。スピードが速いとそういうことってあるじゃない、ね、しっかり捕まってっていう言い方あるでしょ、あれみたいな感じ、うん、でも今はずれてないです、大丈夫、うん、安心しました。そうだからもう本当に今滑り込みセーフみたいに来る人がいっぱいいます。でもそれって本当に深いところで同意してるから、そういうことが起きるんですよね。そう、僕もう何年も前にもう本当にこれからたくさんの人たちがこの話を聞きに来ますよって言われてて、全然信じられなかったわけ、全然そんな気配ないけど、うん、でも本当にその流れがドッてやってきた時にうわって入ってきたでしょ。つまりこれは
これからの地球の変化っていうのも、うん、いい流れだって期待できるんじゃないかっていう話なわけですね、うんうんうん、まあ本当はいいも悪いもないんだけど、うんうんうん、でも自分が、望む、うん、いい悪いってそうでしょ、自分が望んでることに一致したらいい、うんね、望むことに一致しなかったら悪いって言ったら、うんまあ、ジャッジでね、するだけなんだ、なんで本当はいい悪いはないんですけどね、うん、でもできるだけみんな穏やかに少しでも多く、だってそういうフェスティバルなわけだから、うん、行ける人たちが増えればそれはそれでいいですよね、楽しいでしょ、うんうん、みんなで一緒の方が楽しいでしょ、うんね、だから大丈夫です、今は特にあれですか、この私並木さんとお会いしているのが2017年なんですけど、はいはい、で並木さんを知ったのは2015年になるんですね、うんうんうん、ですが、2017年にお会いして、うんはい、あれぐらいから一気にこうぐーっとこう流れっていうのが、うん、そうです、そうです、変わりました、そうですよね、うん、ちょうどね2015年のね、うん、9月ぐらいから流れがすごい加速し始めたんですよ、で2016年の、うん、まあ秋あたり、9、10、11、秋あたり、うん、そこからもうガッガッガッと加速していたんで、うん、確かに、だからちゃんとみんな流れについてきてるってことですよね、乗ってるってことですよね、情報を探してくるってことはもう自分の深いところで選んでるからそれを引き寄せるんですからね、だから本当はみんな聞いてることってみんな知ってることなので、本当は改めて聞かなくていいの、ただまるで外、僕から聞いているかのように自分の中にある情報にもう一回触れてるだけなので、みんなが知ってることなんです、だからもうこれは何年も先には通用しないの、この話をしたってそんなの当たり前じゃん、こんなの当たり前じゃない、分かる、そうですよね、だそういう仕事はもう成り立たなくなる、あそう、あの、うん、ちょうどその私が2004年にこのセラピストって形で始めたんですけども、うん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 、やっぱりその時って自分でこう活動をしていこうって、うんうんうん、みんなきっとこれあのなんていうか共鳴してくれるだろうみたいな感じで始めたんですけど、いいよね千代ちゃん、終わっちゃうんですよ、うんうん、最初だから 言ってることは言ってても、うんうん、素晴らしいと思うって、うんうん、でって終わっちゃってたっていう感じだったんですね、うん、であれと思って、うん、意外な反応で、うん、でその当時知り合った方って別にあの、霊能者とか、うん、そういう能力者とかではないんですけれど、うんうん、早すぎるんだよと、うん、意識が、うん、それです、それです、それでみんなついてまだ来れないんだよって言われたんですね、うんうんうん、で私すごくなんか古風と なんかクラシックとか言われてちょっとからかわれてたんですね、うんうんうん、なのにそういった方たちは早く行っちゃってるから、うん、10年はまだ、ね、先だよこれ、うん、分かってもらえるのはって言われて、うんうん、10年先なんか年取っちゃうじゃんって思って、うん、思っていながら、うん、じゃあ今できることを一つずつやっていこうっていう感じ で本当に細々こう活動してたっていう感じなんですね、うん、細々っていうのかな、うん、仕事他のこと辞めちゃったんで、うんうんうん、まあ、やっていて、うん、でも自分のやるべきことを着々とやってきましたよね、うんうん、そうなんですよね、うん、だからあそうこれちょっと聞きたかったんですけど、うん、ごめんなさい私の話で、あの、ね、こう進んでる感じしないんですよ、うんうん、そうですそうです、そうです、こっちからこう来るんですよ、うんうんうん、で受け取る、うん、受け取った時に、うん、この受け取る自分の意識がこう高くあるとまた次の情報が来るんですよ、うん、そうですそうですそうです、でだって高い周波数に自分がチャンネル合わせるから高い情報を受け取れるんで、うん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 、だからそう常に自分のこうなんていうかな、並木さんの言うところの自分軸っていうのを整えると同時に、うんうん、なんかこう開いてる意識っていうか、うんうん、そうすると来るものが変わる、うん、また動くと、うん、またこうだからこういう感じで動いてる感じ、うん、こういう感じ、うんうん、そうですそうです、だから直線で動いてるわけじゃないんですよね、もっと行くと今度ねこう動きますから、あ、うん、もうだから触れるものがないんで過去がなくなっていくので過去どんどん忘れていくよみんな、うん、うん、全然覚えてられなくなるの過去が、振り返ると過去があったっていう言い方があるじゃない、うん、ね振り返るとヤツがいたって、ね、それドラマあったよね、あったよね、あったよね、あったよ、医者のドラマ全然本当あってる、昔ほらドラマ母から聞いたんですよ、ドラマ見てたからそうそうそう、ね、そいで、でも振り返ってもないわけですよ、上がっちゃうから振り返ってもないから、過去はって探そうとすると下の方に行かないといけないんだよね、でもその過去をね、忘れるって、うん、私も昨日のこととかは本当忘れていっちゃうんですけれども、うんうん、ひどいくらい忘れていって、うんうん、あれと思うけど、でも重要なポイントってこう、うん、過去であっても、うん、ふっとあの、うん、感動した時とか、うん、ほわんってこう感激した時、うん、あの感覚って、うん、なんか
持ってるから、うん、触れるとそこにこう、そうなんです、つまり情報がこういっぱい浮いてるのね、うんうん、でこの脳っていうのは記憶のプールする場所ではなくて受信機なので、うん、こうなんとかな、こう分かる、浮いてるものをこうキャッチして、だから必要なものはキャッチできるんですよ、うん、でもさ必要のないものを持ってる必要ないでしょ、だから必要なものだけをこうキャッチして捉えていくみたいな、うんうん、なんか iCloud みたいな感じ、知らない、だからって、うんうん、だから記憶はないんだけど、うんうん、その瞬間に一気にその人を見た瞬間にバーッとこう情報がやってくるとか、うんうん、並木さんみたいに見えないんですよ、私過去性とか全く分かんないんで、ただあなんか思い出すっていうか、うん、そう必要なところだけなんですけれども、うん、だから霊知とかさ、うん、いう言い方があるんだけど、霊を知るって書くのね、うん、霊を知るって書く霊知っていう、まあ、サイキックの感性があるんですよ、でそういうので捉えてたりします、うん、必要な情報だけ、うん、だって不必要なものはいらないんだもん、そうですよ、さっきの情報っていうね、うん、あの、うん、いろんな国の情報とか、うん、まあ、国外もそうなんですけれども、うん、そこで起こってることをさも今、うん、あのもうこんなに大きく起こってるみたいな報道ってすごくそうさされちゃうじゃないですか、うんうんうん、だからそれってコントロールだよ、うん、だからやっぱりいつもいつもね、梅木さんもおっしゃるいますけど、うん、自分軸っていうか自分の意識をどこに持っていくかっていう、うん、自分の中心にちゃんとセンタリングっていうんですけど、うん、できてればもう何が起きたってぶれないですよね、天井が落ちてきたって怖くないですよ、例えば、うんうん、要するに自分から離れた時だけ不安が出たり恐怖が出たりするので、ね、一致したらもうびくともしなくなります、何が起きてても、うんうん、クリアリング、うん、そうです、いわゆるクリアリングね、そう、これいつも話してますけど、クリアリングはもう簡単にできるので、皆さん座ってたってずっと光を下ろし続ければいいんです、下ろすのはどうすればいいですか、イメージすればいいんです、私はイメージ力が乏しくて、乏しかったら光が降りてるって思えばいいんです、もうこれで十分だから、光がずっと私の元に降りてきて、私の体の中も外も全部きれいにクリアにしてくれてるって思えばいいんです、ただこれでリラックスして呼吸してれば、これだけでクリアリング浄化が起こります、なぜなら本当に今宇宙から僕たちのこの地球に向けていっぱい光が降り注いでるからです、これを意識的に使う、だんだんクリアリング必要なくなってくるんですか、クリアリングはねどこまでも必要です、なぜなら純度はどこまでも上げていけるから、うん、結局神と呼ぶ存在と僕たちと何が違うかっていうと純度が違うだけなの、でもその純度は何が汚してるんですか、つまり汚してるっていうかもう地球の周波数がうわーって周りを取り巻いちゃってるから、うん、本当は神であることを思い出せなくなってしまっている、この、うん、なんて言うんでしょうね、隔たりになっちゃってるだけね、うんうんうん、でこれをクリアリングしていくから、うん、あ、なんだ私神だったんじゃんって思い出すだけですね、うんうん、もうね本当に変わるよ、2000さっきのゲートの話ですけど、2000もう一回おさらいをしておくと、2020年の3月の春分ね、3月の20日にゲートが閉じ始めます、ね、そして、8月いっぱいをかけてかなり閉じていくことになります、その年ので、2021年の12月の21日の冬至をもって全てが閉じます、そうするともうここから先に行くことはできないとは言わないけど、まあかなり難しいですよね、至難の業、イエスとかさブッダがやったみたいな修行が必要になるかもしれません、ね、だって彼らはあの深い眠りの中で目覚めたんでしょ、うん、あらすごいことだよなって、今はさ目覚めの体制万全なんだから、これで目覚められなかったらダッサーって話してる目覚めようとしてるのに、ね、眠ってた人はいい、そうじゃなくて目覚める私って決めたのに目覚められなかったらダッサーって言われちゃうよみんなに、あれで目覚めらんなかったのって言われてしまう、あそこまでやってて、そうですよ、こんなにサポート体制万全なのにっていう話、うんうん、そういう意味で本当に今この状態、この時期に私たちがここにいるって最高に、うん、そう、この時期を選んで生まれてる、そうですよね、そう、本当はね、みんなそうなんだよ、70何億という人たちはこのフェスティバルを体験したいって最初は願ってきたんだけど、やっぱりいいかなって言って今まだ布団の中で寝てないよっていう人たちが出てきてるね、そう、とももういいやつで布団をバッと剥いで起きようっていう人たちも出てきてる、うん、だって目を覚まして生きるってみんなさまだどういうことかってなかなか分からなかったりするわけですよね、目を覚ますっていうのは軽やかになるなんてそんなもんじゃないんだよ、あなたが本当に
自分っていうものは神なる神聖なる存在だってことを100思い出して、で自分がやりたいこと、なりたいこと、行きたいところ、これ全て自分の中にあって、あなたがやりたいと思えば何でもやれる、どこへでも行きたいと思った時に行ける、なりたいと思ったものには何でもなれる、この意識でまるで本当に夢を、いつも言ってるように明晰夢って言うんだけど、目を開けて夢を見てるみたいな意識なわけ。だから僕本当にここで夢にしか感じないんです。すごい柔らかいの。まだみんな硬いでしょ、現実がデコボコしてるでしょ、色濃いでしょ、でそういうのがなくなってくるの。夢ってさ、まあリアルな夢っていうのもあるけど、でもどことなくホワーンとしてるじゃない、夢って。だから急に景色がバッて変わっちゃったり、話してる人が急に変わっちゃったりすることってあるでしょ。そんなに流動的なんだよここが、っていうのが本当の意味で分かるようになる。でこれ、この意識にならないとそれは体験できない。いや知ってます、私何万冊読んだので、で読んでもこの意識に方向転換されない限り、この意識は使えないから、この現実にそれを応用させていくことができない、つまり体験できないんです。だからこれから2021年のゲートを過ぎると、もうバンバン反転する人たちが出てきますよ。え、ここが夢だったんじゃんって言って、だからもう本当にここは遊んで帰ります。遊んで帰ります。深刻になる必要は全くないです。私の年金はどうなるんだろう、私の老後はどうなるんだろう、だってあなたが作ってるのかどうとでも作り変えてください。でも本当にそういうこと、そういう意識になります。でそれができるようになるから、嘘だと思ったら目を覚ましてみて、本当だから楽しいでしょ、本当にこうやっていくんだよ。でまずあなたがそういう生き方を体現してみせると、え、本当に人間とあえてできるんだっていう、さっき言ったギフトになるわけね。そうするとその後に続く人たちは目覚ましやすくなるんだよね。そうです、そうです、そうです。だからもう人のことはほっといて、とっとと自分が目を覚ますの、ね、で目を覚ましたってまだまだ先があるんだよ、だってもっともっと先に行けるんだよ。そうです、そうです。だから目を覚ますのはこの重荷を下ろして、ああ軽くなったって、そんなもんじゃないの。でもう一喜一憂がないからね、外によってこんな思いをさせられるっていうのがないから、まあ平和だよね。誰が何をしててもほっとけるからそう、あの人があんなだったら私平和になれないじゃないって思ったりするでしょ、ね、旦那がこんなだから私はこんな思いをしてるんじゃないって思ったりするじゃない。いつも言ってるさ、不言病だよね、夫が源の病気ね。そうあるんだよ不言病って。でも今はさ、不もあるからね。あ、はい、分かるね。そうそうそう、妻がっていうさ、だから本当にそれも深く眠ってるからそういう体験ができるけど、目覚めたら体験できる、そう体験できるけど、目を覚ましちゃったらそれは体験できないので、関係なかったんだ旦那はっていうことが分かります。本当に子供は関係なかったんだわ、姑は関係がなかったんだわ、あの意地悪なあのおばさんが悪いんじゃなかったんだわって分かります。でも思ってたことさ、私は本当にあの人さえいなければとか、昔だってよ、うたちゃん大嫌いな人がいて、そう大嫌いな人がいたの、もう本当にこの世から消えてほしいって言ってた。僕ね、嫌いになるってこと本当にないんだよね。でもこんなに嫌いになれる人がいるんだっていうことに今は懐かしい思い出なんですよね。でもそうですね、うん、でも結局このスタンスに立った時にその人は何もしてなかったんだってことが見えてしまったら、まあ途端に離れるよね。つまり感情がなくなってしまうと嫌い嫌っていうの、だってその人何でもなかったのも、その人は何もしてなかったのも最初から、最初からね、でもそれが見えちゃったら、まあその人は自分の人生からも消えていっちゃうし、何もしてないのにだよ、自然にナチュラルにフェードアウトしてちゃう。それはそうだよ、自分で登場させてたんだもん、この周波数で。これ外しちゃったらさーって消えていっちゃうよね。これだけなんです。例外はありますか？ありません。私のことは別ですよね、別じゃないです特別です。そう、私のことは別だと思います。もう私はこんなことが起きていた、あんなことが起きて、もうね、それだけの複雑さを語れるっていうのがもうスクリーンに頭突っ込んでるってことなので、そうですよね、複雑になっちゃう。そう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 、ね、だここにいればいいんですよ、ここにいてこうやって眺めてればいいんですよ。だからみんなね、現実をただの映像って見るように練習してごらん、最初は見れなくて当然です、そんな意識はないんだから。だけど街歩いてても建物があったら、人が歩いてたら、車が走ってたら、まあ、もしくは家族の前で、これ映像で見てみようってしてみ、これだけで離れるものがあるから、隙間が空くの現実に。最初はもうできません、もうデコボコしちゃって大変、どうやってこれをスクリーンで見るのよ、できないけど、これをスクリーンで見てみようってするだけで全然、本当に僕スクリーンに見えるんだもんだって思う。
いつも奥行きはあるよ、皆さん前にいて後ろにいて、映画だって奥行きはあるじゃない、だけどフラットなんだと、これなの。だからこれにはさ、アタッチできないんだよね、感情を。だってスクリーンってことはこれ中立だってことでしょ、何も起きてないんでしょこれ、中で戦争が起きててもこれ起きてないでしょ、スクリーンだから、そういうことなんだ。感情って、あんまり なくなりますね。あるよ、感情は深い喜び。あ、そっちの方ですね。そう、うわって喜びじゃないの、深い、だから何が起きてても起きてなくても深い喜びでしょ、で何が起きてても起きてなくても楽しいでしょ、何が起きてても起きてなくても平和でしょ、そういう感覚。あ、だから結局外関係ないんです、外関係ない。ふっとした時もね、幸せを感じて、そうです、幸せというかね、幸せとか、いちいちそういう感覚じゃないですよ、ね、ないないない、ね、この人がいてくれるから幸せとか言ったでしょ、そういうのなんか、だからそういうのできなくなるよ、じゃあ私あなたがいてくれるからこんなに幸せなのとか言えなくなるの、わかる。そうで、言ったことない。あったはずなんですけど、電話してる時ってそうじゃない、あったはずなんだけど、ちょっと電話したどうした した覚えてる人したでしょ、その時そういう気持ちになるよね、この人がいるから私幸せなんだわって思ったりするでしょ、錯覚なんね、だから恋愛は錯覚なんですとかっていう話をするんです。そう、いい、夫婦の愛とか求めるけど、それ錯覚なので、それ求めても残念ながら得られないんですよ、ね、そうなんですよ。でもじゃあ夫婦の愛っていうのはないって言ったら、じゃあ愛って存在しないんですか、しますよ、それは夫婦のも親子のも関係ないんです、不変の愛だから、それは誰にくっつけたり誰に求めたりするものでもない、常に自分の中を流れてるものなので、目を覚ましていくってこれに気づくことなんです。だからってことは、私が愛そのものだから誰かに求める必要もないんじゃんね、誰かを愛そうとする必要もないんじゃんねってことが分かるんですよ。だからなんていうの、恩着せがましくあなたを愛してるわとか、そういうこともなくなるわけです。だって愛で存在してるんだから、愛で包み込んでるんでしょ、この瞬間これで十分ですよね。だから深いのいつも。ここでまたいいですか、質問。もちろんです。